非常にイタリアンでは代表的なメニューになります。サルティンボッカというメニューです。ペラッと開いて、牛肉と生ハムを合わせて、で本来であればセージをここに挟みます。今日は和のハーブ、シソを使って美味しく調理していきたいと思います。美味しそう。いただきます。最初は当然ですけど宮崎牛のその美味しさで、噛んでいくと中の生ハムからじんわりと塩味と生ハムの風味が上がってくる感じ。うん、うまっ。皆さん、宮崎県都城市ご存知でしょうか。宮崎県の西部に位置するんですが、僕もね行ったことはないんですね。都城市ってなんかちょっと情緒がある名前ですけれどもね、特産品がたくさんあるそうです。で今回はその都城市の特産品を揃えているショッピングサイト、都城産直ライブショッピングさんで扱っている食材を2つ使用してレシピを紹介していきたいと思います。1つはこちら、宮崎牛桃腕スライス。宮崎牛といえば国内屈指の黒毛和牛ですね。適度な霜降りと滑らかな肉質、言うまでもない美味しさですよね。でこちらは2種類の部位のお肉のセットとなっていまして、今回はこのもも肉を使用して作っていきたいと思います。で僕もね、日本全国いろんな、牛肉食べてますけれども、宮崎牛大好きです。特に宮崎牛の赤身がすごい好きですね。でそしてもう一つの食材がこちら、宮崎県のブランド豚観音池ポークの4種類の部位を使った生ハムセット。この中のロース生ハムを使用します。宮崎から届いたこの2つの食材を使って今回作るのがサルティンボッカというメニューです。サルティンボッカって皆さんあのサーカス団か何かだと思っている方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、非常にイタリアンでは代表的なメニューになります。牛肉と生ハムを合わせてソテーして、本来であればセージというハーブを使います。まあ、なかなか生のセージ売ってない場合も多いので、今日はあの和のハーブ、シソを使って美味しく調理していきたいと思います。早速やっていきましょう。では材料説明です。まずは今日ご紹介する2つの食材、宮崎牛の、もも肉薄切り、それから、ばあちゃん本舗の生ハム、それから今日は付け合わせとしてじゃがいもも合わせていこうかなと思います。で調味料がですね、お水、顆粒のコンソメ少々、それから、バターで、あと重要なのがシソになりますね。で塩もちょっとだけ使います。であとオリーブオイルで焼いていくと。でここで今回使用する観音池ポーク生ハムセットを販売しているばあちゃん本舗さんの紹介映像が届いているので、ちょっと見てみたいと思います。いや、この蝶、ばあちゃん本舗では温故知新をテーマに宮崎県食材を使い、加工食品の企画販売をしております。ばあちゃんじゃないです。宮崎のうまいものをパックして全国へ。現在では都城をはじめとする道の駅や宮崎空港などでも、販売しておりますので、ぜひ皆さんお楽しみください。いろんなもの作られてるんですね。スープもあったし、チキン生みたいなのもありましたね。で今回使う生ハム、そのばあちゃん本舗さんで作られてるやつなんですけど、ちょっと味見してみますかね。生ハム美味しいですよね。うん、すごく旨味強いです。塩味もですね、ちょうどいいですね。うん、しょっぱすぎず、薄すぎず、歯切れもいい。うん、なんかちょっと柔らかく感じますね。とても美味しいです。では早速サルティンボッカ作っていきたいと思います。まずお肉包みます。ペラッと開いて、あ、美味しそう。当然ね、当たり前ですけど、このまま食べても抜群にうまいですからね。これをさらにサルティンボッカにするっていうのがかなりの贅沢な気がしますけどね。で生ハムと合わせます、こうやって。で基本的には生ハムの塩味で食べる料理です。でソースがかかるかからないっていうのは店とかですね、家庭によって全部違うと思うんですけど、今日はちょっとだけソース、簡単なものを作って上から少しだけかけます。で本来であればセージをここに挟みます。本来であればセージの生が先ほどもお伝えしたようになかなか手に入らないので、ここでシソ、何か香りの強い野菜を必ず入れてください。だとすごく味が単調にならないです。で当然ですけど、牛肉のうまみとこの豚の生ハムのうまみがダブルパンチでくるので、うまみがものすごい強い料理になります。こうやって簡単に閉じて、もう一枚これ挟み込んでいくのがサルティンボッカ。挟んでないのもあります、はい、ただナイフで切った時に層になっていて、生ハムもシソもが一緒に食べれる状態
っていうのがやっぱり理想ですよね。で閉じ目を下にしてもう一足こんな感じ。あとは焼きながら成形していくって感じですね。だから包むステーキみたいな形にするのが正解だと思ってください。これ1枚ね。でもう1枚1人前でこのももの薄切り4枚とかでいいんじゃないですかね。結構ペロッと薄いから食べれちゃう。急いで。で表面にちょっとだけ塩します。生ハム入ってるじゃないですか。で塩味は十分なんですけど、噛んだ時にほんのちょっとでも塩味を感じた方がこう中の生ハムの塩味と一体感があるので、本当にちょっとこう特に口が触れそうなとこ狙い撃ち、こんなもんでいいです。でちょっとペタペタなります。こんな感じですね。じゃあ付け合わせのじゃがいもも切っておきます。皮ごとでいいと思いますね。あんまり熱すぎると火通り悪いので、どのぐらいかな、1人前1個って感じですかね。5ミリ幅1センチ以下って感じですかね。皮付きのまま皮はよく洗ってあります。で今日はこの片っぽだけ焼きますね。オリーブオイルです。でじゃがいもの方が火通り当然悪いので、じゃがいもから引いていきますね。片面をがっつり焼き付けて、そこからお肉ですね。焼き目つきましたので、ここからお肉入れていきますね。ちょっと火加減弱めます。お肉成形崩さないように、フライ返しなどを使ってこのように、ね、で半生で食べるのも実は僕は結構好きなんですけど、やっぱ生ハムが火が入ってちょっと塩味が外ににじみ出る感じがまた美味しいので、じっくりと火入れた方がいいと思いますね。うまそう。返します。じゃがいもがそろそろ良さそうですね。先にお皿に並べておきます。もうちょっとですね。いいと思います。ちょっと押して閉まってる感じがあったら火が入ってるってことですね。結構薄いから火加減は難しそうです。まあ入れすぎっていうことは多分ないと思うので、このぐらいの火加減でずっとやっていけば。そしたら一回火を止めて、ここからソース作りです。火を止めて一回冷ます。でこの間に顆粒のコンソメ使いますね。水と顆粒コンソメ混ぜておいて、完全に火を止めてからコンソメ入れてちょっと蒸発させます。勝手になりますよね、こうやってね。火止まってたらまだ熱いから。そこにバター、だんだんこう余熱で蒸発させていくと、こうやってとろみ出てくるんで、そしたら OK ですね。だから肉の油も入ってる状態です今。それ最後塗るようにかける。はい、完成ですと。美味しそうですね。ありがとうございます。では出来たてをいただきたいと思います。
ただきます。うん、ま、最初は当然ですけど宮崎牛のその美味しさで、噛んでいくと中の生ハムからじんわりと塩味と生ハムの風味が上がってくる感じで、最後にシソがふわっと効いてくる、うん、これやっぱり政治だとまたちょっと違う感じになるんですけど、シソでも十分いい香りの美味しいサルティンボックができてると思いますね。でやっぱり塩味だけ要注意で、最初にあの下味の塩本当にちょっとだけ振ったんですけど、あれだけでもだいぶ効きます。中の生ハムの塩味があるので美味しいちょうどいい塩味に仕上がると思いますね。今回利用した宮崎牛もも腕スライスと生ハムセットは宮根所産直ライブショッピングのサイトで購入できます。皆さんもぜひサルティンボッカ作ってみてください。当然別々に注文いただいて、それぞれとても美味しくいただきますので、ぜひ注文してみてください。ごちそうさまでした。